ついでに中
とはカビの生えたダム施設を破壊しろ。家に帰るまでが遠足だ。メッセージ一件。調子に乗るなよ、野良犬。てめえなんぞ数合わせで呼ばれただけだ。俺たちレッドガンは壁越えを果たす。加えて見ていろ。企業勢力に対抗するための軍事転用の目玉ともいえる存在です。狙うべきポイントはメインジェネレーターに直結された大型レーザー砲台アイボール。増設されたサブジェネレーターによりシールドを展開しているため、まずはそちらの破壊を優先すべきでしょう。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。アイボールの照射をかいくぐるなんて。諸君、
やむを得ん。交渉を切り捨てろ。連結を解除して進むつもりか。ヒラオメに飛び移れ。逃がすな、621。
この星に群がるハイエナめ、コーラルよ、ルビコンと共にあれ。新着メッセージ一件。独立傭兵レイブン、ストライダーの撃破お見事でした。依頼を発行した私としても喜ばしい限りです。申し遅れました。私はアーキバスグループ傭兵企業担当、ベスパー8ペイターと申します。以後お見知りおきを。
キバス本社から直々の依頼だ。企業たちが壁越えと呼んでいる作戦、その協力要請になる。ベスパー第二隊長、スネイルです。これより作戦内容を伝達します。私が立案した作戦行動に臨めること、光栄に思いなさい。ラビコン解放戦線が拠点化した交易場の要衝、通称壁を攻略します。敵は多数の砲台と MT 部隊により防衛ラインを形成している。まずはそれを突破し壁上に到達しなさい。そこに配備された重装機動砲台ジャガーノートの撃破が依頼の達成条件です。本作戦においては我がベスパーの第4隊長も別ルートで進行しますが、先走り壁越えを果たそうとしたベイラム部隊はものの見事に壊滅しています。せいぜい犬死にしないように気をつけることです。ルビコン解放戦線の防衛拠点、通称壁を落とす。621、お前の価値を示してこい。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。まずは友軍アーキバス部隊の強まりを行う。外区への進行を阻むガトリング砲台とその先の防水音脚 MT を排除し、敵上からの砲撃が激しい。621、遮蔽をうまく使え。企業の何度来ようともこの壁は越えられんぞ。コーラルよ、ルビコンと共にあれ。残数。
に備えておけ。聞こえるか？こちらベスパー4、ラスティ。早いな。どうやら話に聞くよりできるらしい。こちらもスピードを上げていく。ベスパー部隊の番号付きか。だがここはベイラム部隊も退けた壁だ。果てにます。壁越えと行こうじゃないか。